ここで去る7月8日凶弾に倒れた故安倍晋三元首相に対し哀悼の意を表し黙祷をいたします。皆様ご起立をよろしくお願いいたします。皆様国旗にお迎えください。黙祷。では共同インタビューです。まず今の気持ちを聞かせてください。この参議院選挙におきましては、徳島県内の皆様、そして高知県内の皆様、本当に一枚岩となって、お力添えいただきました。まずは本当にこのことに対して心からの感謝の思いいっぱいであります。そして合わせて一昨日起きた安倍晋三元内閣総理大臣に対する暴挙、こうした犯罪行為、テロ行為が起きてはならない事態であります。二度とこういうことが起きないように、そして民主主義の制度がしっかりとこれからも維持発展をしていくように、そうした県政の発展に努めるのが我々の役割だと、そのように決意をするところであります。まずもって皆様に心から感謝申し上げたいというふうに思っております。3回目の当選確実となりました。こう有権者には何が受け入れられたと感じていますか？本当にこの厳しい県政史上始まって以来の合区というのがこの決まってから7年間過ぎました。その中で私なりに合区で選ばれた以上は両県の発展のために尽くすことが私の責務だと思いまして、徳島24市町村、高知県34市町村、全ての地域で活動をしてまいりましたけれども、やはり得票の結果はまだ分かりませんが、しっかり地域のご縁というものを重ねさせていただいた、そのことが一つは自分なりには納得で活動させていただいたな、そのように感じております。今お話にもありました中西さんは合区の解消を訴えてきましたが、まだ解消には至っていません。今後どのように働きかけていきますか？本当にこの間自民党が与党といえどもですね、参議院で過半数が単独でない状況がありましたので、今回も当然選挙結果を受けまして、党内もとより各党各派やご理解をいただくところとしっかりと協力をしながら、やはり有権者の思いに応えたらば、それぞれの地域から代表を出せる、この制度を作ることが第一番だと思っておりますし、本当にお世話になった高知県の皆様方にはですね、第一義的に最初にご恩返しをするとしたら、この合区の解消で地議席を戻すということに尽きると思っておりますので、これからも全力でこの件について取り組んでいきたいと考えています。そして徳島高知両県は南海トラフ地震の懸念もあります。この大きな課題、何に取り組んでいきますか？ひとえに自然災害といってもですね、この選挙中も含めて各地域もありましたら、津波対応一つとってもそれぞれ地域特性に応じた対応が必要でありますし、特に国土強靭化政策というのは我々推進をしてきてますけれども、単なるハード事業だけではなくて、避難計画であるとか、さまざまな皆様地域の方々の状況に寄り添ったソフト面の後押しということも非常に重要だと思っておりますので、災害に強い、そして各市町村と県と国が連携を取れるということがいかに大事かということも、この選挙戦台風が来て痛感をしたところでありますので、そうした役割をこれからも担えるように努力をしたいと考えています。また徳島、高知ともに人口減少が続いています。そのためにも中西さんは両県の強みを生かした地域の在り方を模索するとおっしゃっていました。どのように両県の何を生かしていきますか？まずこれは本当にご努力をいただいておりますのは、もう徳島県はさまざまな受け皿作り、例えば ICT を活用したサテライトオフィスであるとか、あるいはテレワークであるとか、もうこういう先進地でありますし、高知県も観光事業をはじめ地域特性、本当にそれぞれ各地域でご努力いただいています。で、画一的なこれまでの人口政策だけではなくて、例えばデュアル生活、二拠点生活であるとか、あるいは交流人口の拡大とか、さまざまなあり方がこれから工夫をしながらですね、進めるべき課題だと思いますので、ぜひ、世界的にも先進国人口は減少してますから、日本だけではなく徳島高知だけではない課題でもありますので、ぜひ経済の活性化と人の増加を続けてですね、努力をしていきたいと考えています。あ
ありがとうございました。共同インタビューでした。皆様ご協力いただきまして誠にありがとうございます。様お待たせをいたしました。この選挙戦当選確実をいたしました総務副大臣中西雄介が皆様へお礼のご挨拶を申し上げます。皆様方改めましてこの選挙におきまして力強いご支援ご協力をいただきましたこと心から感謝を申し上げます。皆様本当にありがとうございました。まだまだ力の及ばない私でありますが徳島県そして高知県における自公の強固なこの体制によりまして大きなご支援をいただいたと思っております。いうと公明党の皆様方にも心からこの友情に対して感謝を申し上げたいと思います。この厳しい5区の選挙もう2回目であります。本当に試行錯誤の連続でこれまで活動してまいりました。まあ、そんな中で徳島県連におきましては上選対委員長そして杉本県連会長地域を幹事長はじめ県議会の先生方が本当に自ら候補者となりマイクを握って活動をしていただきました。そして党所属の国会議員の先生方には本当に各所でお力添えいただき心から感謝を申し上げるところであります。地域を回らせていただいて各市町村長さんまた地方議員の先生方自民党ご支援くださる皆様本当にお力添えがあっての賜物だなとひたすら頭が下がる思いです。女性局青年局の皆さんが本当に暑い中選挙前からさまざまな活動を広げていただきました。お世話になった皆様に心から感謝を申し上げたいというふうに思います。そして今日は私も妻も徳島にいるという段取りになりましたので今日はオンラインで高知県連と今つないでいただいております。中谷県連会長また尾崎副会長そして西内幹事長をはじめ本当に強固な自民党組織60支部以上ある高知県の自民党各支部の皆様がお力添えいただきそして公明党さんとの高知県本部の連携もありそして本当に各市町村の皆様が今回この参議院選挙では全ての皆様が私にご支持をいただきご協力をいただいた選挙戦となりました。皆様の本当に温かいご厚情に心から感謝を申し上げそしてこのご厚情を胸に刻みながらこれから3期目の活動をしっかりと展開をしてまいりたいというふうに思っております。今ほどそれぞれの先生方からもお話をいただいた通り、一昨日の事件は日本国民がみんな心を痛めそしてああいう凶悪犯罪テロ的な行為がいかなる動機であっても起こしてはならないし起きてはいけない二度とこれから起こしてはいけないそういう思いをいたすところであります。安倍晋三内閣総理大臣には野党の1回戦の時代から酒を酌み交わしていただきあるいは内閣の一員として財務大臣政務官にも登用いただきあるいは結婚した際にはその結婚のご報告をいただき夫婦の指南や夫婦の政治に対する向き合い方さまざまご指南いただいたところであります。痛恨の極みでありますしこんなに深い悲しみとこんなに腹の底から湧き上がるような怒りはありません。皆さんも同じだと思っております。この参議院選挙、選挙の真っ最中ということで民主主義の根幹のど真ん中の期間中にこうした起きたことは本当に我々にとって心の本当に胸深く突き刺さる厳しい出来事でありますが我々はここでひるまずそしてここで下を向くことなく前を向いて日本国の国づくりに全力を抱えなければいけない。そして安倍総理自らがそのようにお考えではなかろうかなと私はこのように思っております。ただただ先輩の歩みにそして日本国の本当に世界的な地位の向上にそして国内経済はじめさまざまな大きな政策課題を前に進められたご功績に私はただただひたすら感謝を申し上げその歩みの延長にやはり次なる日本国を作っていかなきゃいけない
このように考えております。世界情勢も本当に激変をしております。そして日本国内も今のままの延長で未来の展望が開けるか、そういうもう生ぬるい時代環境ではないんではないか、ないんではなかろうか、このように考えております。この下で18日前出前式で申し上げましたけれども、やはりタブーを排して今まで黙って見過ごしてたけれども、日本のこれからにとって、我々地域のこれからにとって欠かせない議論、外してはならない議論、黙って見過ごすことなく次の時代のためのチャレンジを我々自身が取り組んでいかなきゃいけない、そのような思いでいっぱいであります。そんな時にやはり党派を当然ありますけれども、みんなで連帯をして力を合わせ、そして言葉で議論を重ね、自分を重ね、決まった結果に対して一致結束進んでいくという、まさに自由民主党の党風を私はこれからも大事にしていきたいと思っておりますし、今回の選挙でお示しをいただいたように、徳島県連そして高知県連のこの一体感というもの、これからの次の時代に私は大いに皆さんと共に共有し前に進んでいきたいな、もうそんな思いいっぱいでございます。本当に国民の皆さんはいろんな不安を抱え、そして厳しい現実を直視され、そんなことをたくさん伺う機会になりました。我々はこうした思いに真摯に寄り添い、このことを一つ一つ丁寧に拾い上げ、皆様の思いに、心の底からの思いに寄り添える、そういう政治姿勢をこれから皆さんと共に進めていきたいと、このように考えております。前を向いて大いにチャレンジをしていきましょう。次の時代の日本国のために、そして徳島県、高知県、次の時代の我々の地域のために全力を尽くす覚悟を申し上げ、皆様に心の底から夫婦ともども感謝の思いでご挨拶とさせていただきます。本当にお力をいただきましてありがとうございました。そしてこれからもっともっと皆様のために恩返しができるように、私自身まだまだ成長を期して努力、研鑽を重ねていきたいと思います。今後ともご指導をこれからお願い申し上げ、私からのご挨拶といたします。本当にありがとうございました。ありがとうございました。皆様、本日は誠にありがとうございました。